サニーチロの聞くよチャンネル。イチロです。今回の聞くよチャンネルは2022年カンヌ映画祭最優秀主演男優賞に輝いた名優ソン・ガンホさんを聞くよ先生術で占ってみた。先ほどネットニュースで知ったんですけれども、2022年今年のですねカンヌ映画祭の最優秀主演男優賞に映画ベイビーブローカーに主演された韓国の国民的名優ですよね、ソン・ガンホさんが最優秀主演男優賞を受賞されたということで、韓国人俳優としては初の快挙ということなんですね。で、そのニュースを聞いて、あ、いつもながらなんですが聞くよ先生術で見てみたいなと思って早速見てみました。ソン・ガンホさんは1967年1月17日生まれ、本命宿は胃袋の胃と書いて胃宿、周りを巻き込むエネルギーを持ってる方で、まっすぐでとても好感度が高い星と言われています。そして早速なんですが、2022年のソン・ガンホさんの運勢なんですが、星運です。やはりという感じでした。この星運っていうのはこれまでの努力が実を結ぶ年と言われています。さすが運気に乗ってるスターという感じですね。それと気になったのが是枝監督との相性です。是枝監督の本命宿は星と書いて星宿、ソン・ガンホさんの胃宿と是枝監督の星宿の相性は栄進です。繁栄の間柄とも言われています。共に栄えて豊かに成長できる間柄、宿用先生術の中でも最も良い相性と言われています。これまたやはりという感じでした。さらに深掘り、ソン・ガンホさん実はご結婚された1995年も星運で、この星運実を結ぶ年であると同時に種まきスタートにもぴったりな年なんです。ですのでこの年に結婚をされたということはとてもいいんですよね。ソン・ガンホさんは愛妻家とも知られているようで、妻に褒められることが一番の幸せとコメントされていたこともあるようで素敵ですね。プライベートも安定していらっしゃるのかもしれませんね。奥様の生年月日がわからないので相性は出せませんが、大活躍の陰にはこのようなご家庭があってのことかもしれませんね。あ、そうそう、息子さんがプロサッカー選手でいらっしゃるんですね。ソン・ジュンピョン選手、このソン・ジュンピョン選手との相性はちなみに栄進でした。宿用で人生を豊かに、あなたのそばに宿用、一郎でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。